はい、それではお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日2回合わせて大体1000人ぐらいの方にいらっしゃったと思うんですけれども、うん、手応えいかがでしょうか。いや、もう手応えというか、もうこうして興味を持ってね、聞きに来ていただける方には、丁寧に説明をすればね、まあ、今堺がこう停滞してしまっていると、やっぱ大阪市と比べてどうなのと、大阪府の役所の運営と比べて堺はどうなのという違いが分かってもらえると思いますけど、まだスタートしたばっかりでね、これは80万人堺市でやはりそれを伝えていくっていうのは、もうこれからやっぱり至難の業だと思ってます。すみません、関西テレビの時でした。京都タウンミーティングなんですけれども、非常に名口さんを応援している方が、大半を占めてましたけれども、これからですね、名口さんを、どちらかというと、応援していない方々にもですね、支持を広げていかなければならないと思うんですけれども、それはどのような形で、やろうというふうに考えていますか。やっぱり関西テレビでね、これ政令市の選挙なんでね、やっぱり長藤とその今の現職のね、討論会とかね、これやってもらわないとね、それはやっぱり僕らはもう情報はどんどん発信していくけど、それをね、伝えていくっていうのはメディアの役割なんでね、これはメディアの皆さんがね、こう役割をね、果たしてくれるかどうかだと思ってます。それはやっぱりこういうこうタウンミーティングっていうのは、基本的には応援してる人は応援してる側に行くわけですよ。何も敵のところにね、嫌いな人にわざわざ顔見に行く人少ないわけなんだ。でもやっぱり選挙は政策選択なんで、その政策をね、伝える一番の媒体というのはメディアなんだね。これは政令市の選挙なんで、やっぱり関西テレビに頑張ってもらいたいなと思いますね。優秀な方です。今のご発言なんですけども、それは事実上、竹山市長に対してですね、そういう討論会の場を設定する呼びかけたということはいかがでしょうか。僕らはもういつもどの選挙においても、僕自身はもう知事選挙2回やりましたし、大阪市長選挙も、大阪維新の会として橋本、前市長、今の吉村市長と、もうやってましたけど、我々が、討論会を避けたことは一度もありません。できるだけ討論会をやってほしいということを、団体、討論会を企画してくれるそういういろんな団体にもお願いをしてきたわけですから、でもそれをやっぱり小さなね、箱の中だけではなくて、これどちらに偏ってくれって言ってるわけじゃないんですよ。だからやっぱり広くね、その政策の違いを分かってもらうためにね、やはりメディアの皆さんでセットしていただくのが一番かなと思ってます。読売新聞でもいいよ。あと今日の説明の中でですね、ちょっと細かいんですけど、各区の区長の権限を強めていきたいというようなことを強調されていたんですけれども、それは想定としては今の大阪市がやっているような権限の下ろし方なのか。そうですね、今現状で橋本市長時代に、各行政区長を局長より上のポジションに格上げをして、で要は行政区長が局を動かせるようにしました。そのことで各区の大阪の今の行政区24区の各区のすごい特色が出た。対象区なんで特区の特区というか対象区は、外国のインバウンドのお客さんをこう集めるためにいろんな催しやったりね、区が、だから区長の権限がすごく上がりました。そういう形に変えていきたいということです。広報区長とかそういうのも、例えば、極端な特別アート総合区とかにするというのもあるとは思うんですけど、そういうのはどうですか。それは新市長が誕生すれば、今大阪市で、区長の権限を上げることによって区の特色出てるわけですから、いいところはどんどん取り入れていけるでしょう。広報区長もありだと思いますよ。
今はまだ広報部長をやるっていうところまで、その党としての党の方針として決めているわけではない。いや、これはその党で方針決めるわけじゃなくて、やはり候補者である長内議員の公約として、ね、やっていく話で、今はまずは、行政区長の権限を引き上げていくと、一番近いところで行政の区長として仕事してるわけですから。午後です、ね、2時からの南区のタウンミーティングで、4年前橋本さんも同じ場所でタウンミーティング話されましたということがちらっと話で出てたと思うんですけれども、うん、その4年前のタウンミーティングと、まあ、今年今回今日初ですけれども、比較して何か手応えですとかはいかがですか。いや、だからこのタウンミーティングに、ね、来ていただいている方って、そもそもまあ応援してやろうという、そういう思いでね、来ていただいてる方がやっぱり多数なんで、まあ4年前と、僕は4年前もいたけど、4年前と今回とね、そのタウンミーティングをやった雰囲気っていうのはまああまり変わりはありません、ね、要はこれからまあ2ヶ月間ある、2ヶ月あるわけですけど、いかにそういうこう我々と会ったこともない、喋ったことのない、もうそういう人たちが圧倒的多数なわけ。そういう人たちにいかにね、このどちらがね、こうよりマシか、うん、何度も言うように行政を運営するのに100点満点はないんだから、今までの滝山市政8年がいいのかね、ここで変えるのかということを判断してもらいたいと思います。それで言うと、今日2カ所やられて、まあこちらは堺区はもともと長谷さん の, ご出身ということもあって、かなり反応良かったという思うんですけれども、その地域の差とか、うん、知名度というところにもつながってくると思うんですけれども、うん、は何か代表として感じられるところはありますか。いや、それはね、もう市役所からさまざまな補助を受けてるね、そしてその幹部の皆さんはね、なかなかやっぱり維新って気持ちあっても言えませんよ今。もうこの間現職の竹山さんがそれはカチッと組織固めてるわけですから、でこの間ちょっと聞いたら回覧板で市長のビラを回してるエリアもあるんでしょ。うん、それは市長がやらせたかどうかは別としてね、それだけやっぱりその一部のそういう社会の中で力のある役員の皆さん方にはやっぱり、それは現職としてのね強み発揮されてるんだろうなと思います。だからやっぱりそういうね人たちだけでね社会がの方向性決められるのは我々は違うと思ってるんで、そういうことをどの区でもね伝えていきたいと思ってます。よろしいですか。一点ちょっと万博のことをこれを聞いてよろしいですか。うん、まあ、ちゃんと聞き損ねたんですが、海外行政調整費の扱いに関してなんですけれども、うんうん、松井知事としては、知事としての立場でお伺いしたいんですけど、松井知事としては海外行政調整費を自民と公明がですね、まあ使おうと、まあ、復活させようとしていることについて、これはぜひというのはどういうふうに思われているんでしょうか。これはね、今回はね、もう目的はっきりしてるのよ。要は万博誘致、うん、それのためにね、一番盛り上がっていかなければならないのは大阪府市会ですよ、府議会市議会で、その人たちが自分たちもねやっぱりその海外へ出てねアピールするっていうのは、これはもう万博招致にとってね重要な活動だとこう思ってます。今までの議会の、僕も議会にいたから分かるけど、超党派のね、視察とはねちょっとまた違うわけ。もう目的はっきりしてるから、万博招致のための活動と。だからこれはね必要な、予算だと僕はそう思いますよ。海外調
あの海外行政調査費は、まあ、あくまで行政調査が目的ですけども、維新の側はあのどちらかというと特別委員会を作って9月以外で予算化しよう、ちゃんと正式に誘致資金として予算化すべきだみたいなことをおっしゃっているんですが、うん、そこの その目的部分はあんまりその知事としては、なんですか、どっちでもみたいと言ったら変ですけど。いや、これはあの、まあ、要は、議員が海外で活動するための予算なわけですから、いやいや今回、行政調査費ね。で今まであの大阪府の場合はこの行政調査費はあの使ってないんです。予算計上はしてきたけど、予算計上それは何かというと、やっぱりこれだけ財政が厳しい中でね、府民の皆さん納税者から見た時に、うん、これはもうあのちょっと半分旅行じゃないのというふうな、あのそういう捉えられ方をねされかねないというような、そういう、こう思いもあり、いや予算化はしたけど使ってなかった。今回は大阪府民の、まあ、共産党系の人は別ですよ、万博そもそも反対やから。だけど大阪府民の6割の人がね、万博やろうじゃないかとこうなってる時に、議会がね万博誘致のために海外で活動するということに対してね、納税者の皆さんの納得は理解を得れると僕はそう思ってるんですけどね。よろしいですか。はい、それでは終了します。